海上自衛隊の潜水艦、モガ、ミガタ最新鋭護衛艦が、次々と就役しています。そんな中、新たに、6番艦、アガノ、がついに進水したという情報が入ってきました。今回は、このアガノ進水で見えてきてもが、ミガタの凄さについて見ていきたいと思います。試験ですが、このクラスで、7万馬力というのは異常ではないかという感じすら抱いてしまいます。速度が30ノットという予測ですが、もっと出るかもしれませんね。2022年12月21日、長崎市の三菱重工業者中崎造船所で、海事のもが三型護衛艦6番艦が進水を迎え、この艦を阿賀野と命名する式典が執行されました。この艦は前年2021年6月に寄港されていたものです。もが三型護衛艦の名前は山形県の母なる川、一級河川最上川に由来しています。また、阿賀野という名前は福島から新潟にかけて流れ、日本海に注ぐ一級河川阿賀野川に由来するものです。太平洋戦争時に、阿賀野型2等巡洋艦のネームシップになっていましたが、それ以来、海上自衛隊では、初めての使用となった名称です。歴史を振り返ると、大日本帝国海軍時代の阿賀野は、1942年、昭和17年、に就役しました。第3艦隊の中の第10戦隊の旗艦になりましたが、1944年、昭和19年、2月、トラック島沖合で、アメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈されました。ここに、旗艦阿賀野は、艦命を終わったということになります。この阿賀野型2等巡洋艦は、1番艦阿賀野以下、2番艦の城、3番艦矢作、4番艦酒輪の4隻が太平洋戦争中に建造されましたが、ラスト4番艦酒輪以外の3隻は、今のもが、三型護衛艦に艦名が継承された形になっています。これらの艦名は、それぞれ日本の河川名です。能代は、秋田県北部を流れ、日本海に注ぐ一級河川ですし、矢作川は、長野、岐阜、愛知を経て、三河湾に注いでいます。現在は矢作川と表示されています。酒輪川は、静岡県と神奈川県を流れる二級河川です。川としての大きさから言えば、利根川とか信濃川、北上川なども大きいのですが、こういった名前は護衛艦以外に付けられています。さて、現在のもが三型護衛艦は、今回進水した6番艦阿賀野以降、7番艦が2022年6月、8番艦は8月に寄港が行われています。大体、1年に2隻ずつが寄港され、順番に就役していく。サイクルが保たれているようです。これまで海事においてもが三型護衛艦は、予算決定から約2年後に寄港、寄港から、また、約2年後に、就役というスケジュールで数を増やしてきましたが、現状22隻が建造されると見込まれているようです。もが三型護衛艦の就役については、ネームシップの1番艦もがみが、2022年4月に就役しましたが、実は、2番艦熊野が3月に就役していますから、順番が入れ替わったということですね。この原因はもが、身の機関部トラブルということですが、いずれにしても、海上自衛隊の水上戦闘艦としては、最新の艦級ということに違いはありません。ちなみに、熊野も、奈良県、和歌山県、三重県を流れる新宮川の本流です。水系名で言えば、新宮川ということになりますね。
上方護衛艦の所言ですが、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ90メートルで、現在の艦級区分では、フリゲート艦に分類されるサイズということです。またもが、身型護衛艦の機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせたコダグ方式、CO メートルビネット、ディーゼル、ガス、ダルビエを採用していますから、燃費性能と高速性能の両立を図った上で、このサイズのフリゲート艦としても、強力な7万馬力を発生させることが可能とされています。この馬力を実現させるため、イギリスのロールス・ロイス・ホールディング社製のメートル T30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V28-33D-STC ディーゼルエンジンを2機搭載しました。スクリューは2軸です。身型護衛艦は、このような機関部構成によって、最大30ノットとされる高速を実現しましたが、従来艦のように、機関部専用の操縦室はありません。機関部の始動と停止は、CIC、戦闘指揮所で行う形になっているそうです。さらに航行中のスピード調節は、艦橋から操作する方式で、こういった CIC や艦橋に、総艦要員を集中的に配置することによって、艦全体の運用に要する人数を減らすことができますから、結果的に省人化になり、乗組員定数はおよそ90名と少なくなっています。身型の CIC のレイアウトを少し紹介すると、出入り口部分以外を上下から見た場合、ほぼ円形に、14機のコンソールと各種モニター類が、集中的に配置されています。ソナーや機雷戦闘部門の機能も配置されています。つまり、従来の艦艇に比べてもが、身型はコンパクトサイズでありつつ、対艦、対空、対地、対専用の各種兵装を搭載しているだけでなく、従来は、もっと小型の掃海艇が担当してきた、対機雷戦闘能力も与えられていることが、特徴と言えましょう。詳しく紹介しますと、対機雷戦闘用装備として、専用の OQQ-11 ソナーシステム、機雷排除用水上無人機、USV、および、機雷捜索用水中無人機、UUV という2種類の無人機の運用能力を持つ非常に珍しい水上戦闘艦というわけです。USV については、電波を使った通信、USV と UUV 間では、音波を使った通信を行う形式によって、対機雷戦闘の役目を担っているのです。この機雷捜索用水中無人機、UUV ですが、三菱重工業者が製造した、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機で、2013年、平成25年から4年かけて実用化されたものです。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機のデータを紹介すると、直径533メートル、全長が 4.0 メートル、重量 900kg、最大速力7ノットと言われます。4ノットで巡航する場合の稼働時間は約9時間、GPS 及び INS 方式の誘導で、リチウム二次電池が動力源ということです。高周波合成開口ソナーには、フランスの軍需企業大手タレス社製のものが採用されているのですが、自衛隊装備品に採用されるのは、アメリカ製が多い中では珍しい組み合わせと思われますね。タレス社は、フランス政府が 26.4% の株式を保有する筆頭株主ですから、フランスの国策会社と呼んでもおかしくはない会社です。さて、ここまでもが、身型護衛艦の概要や特徴について説明してきましたが、現在日本が仮想敵国としている中国、ロシアでもが、身型と同様の位置づけと見られるフリゲート艦との
簡単な比較をしてみたいと思います。まず中国ですが、このクラスの艦艇は054型、航海型フリゲートです。細かく言えば、試験艦の054型航海合型と、改良版で、量産型の 054A 型へ改2型の2種類に区別できるようです。054A 型へ改2型フリゲートの初舷は、基準排水量3450トン、満載排水量4050トン、全長 134.0 メートル、全幅 15.0 メートル、機関部は、複数のディーゼルエンジンを組み合わせた CODAD 方式を採用し、マックス馬力は27ノットのスピードを出せるとされます。が、2型護衛艦は、VLS、垂直発射艦を16セル搭載予定ですが、この艦は、倍の32セルを搭載しているので、主兵装という点では強力です。すでに31隻が就役し、なおも9隻が建造中と言われています。2022年12月、日本は安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念している内容を盛り込みました。これに反応した中国は、遼寧を含む6隻の艦隊が東シナ海に進出させましたが、これに前述の 054A 型へ改2型フリゲートも含まれていました。ではロシアです。ウクライナへの侵攻を続けているロシア海軍で、最上型護衛艦に相当するのがアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートと見られます。この艦は、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0 メートル、全幅 16.0 メートルのサイズです。このアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、2018年、平成30年、7月に1番艦が就役、2022年12月までに2番艦が就役済みで、6隻が建造中と見られています。最終的には15隻を建造すると推測されています。今から30年ほど前の1991年、平成3年、旧ソ連邦は崩壊しました。その後継国家となったロシアでも財政難が続いたことはニュースなどでもご存知でしょう。そのため、1990年代、海軍は大型水上戦闘艦を建造する力を完全に失っていたのですが、2000年以降の原油価格の高騰により、その状況は変わりました。ロシアには天然ガスという強力なエネルギー資源があるのです。世界的な原油価格の高騰は資源大国ロシアに経済的な余裕を与えました。国家予算に余裕ができたロシアが半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画したのがアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートというわけです。このフリゲートは海自の最上型護衛艦と同様、機関部にコダグ方式を採用し、マックス馬力55,030ノットのスピードを発揮すると見受けられます。主兵装として、前述の 054A 型へ改2型フリゲートと同じ32セルの VLS を装備しているそうです。とはいえ、逆説的にもが、味方の凄さが際立つのではないでしょうか。しかももが、味方は、乗務員の数が、アドミラルより、桁違いに少ないのです。なのに、問題なく運用できるのというも、日本の高いテクノロジーの証拠と言えるのではないでしょうか。